んばんは。よいしょ。こんばんは。昨日の配信で午前中もやるかもって言ったけど普通にやらなんじゃった。すいません、すいません。こんばんは。あ、やらなんじゃったね。それ、あのめちゃくちゃよく使う方言ね。あれ、やらなんじゃったら結局方言だったんだっけ、長野の私だけの5、6じゃなかったっけ、どうだったっけ、忘れちゃいましたけど。こんばんは。ね、方言だった気がするよね。まあ今日も特に何の予定もなかったので歯医者に行ってきたよ。急遽歯医者を予約して歯医者に行ってきたよ。じゃあ最近メンテナンスしてないなと思って、ごめん、ちょっとメンテナンス最近してないぞと思って、行ってきたよ。で、歯医者行くときに水筒を持っていこうと思って水を入れたけど、持っていくの忘れて1ミリも飲んでないので今から飲んでいきます。これさ、もういっか。サーモスすごいな、キンキンに冷えてやがる。もう5時間くらい置いてあったのに。こんばんは。9ヶ月ぶりでしたメンテナンス。めっちゃサボってた。なんかそういつぶりか全然覚えてなくて、いつぶりだったかなって思ったら歯医者さんに行ったら11月ぶりだった。ちゃんと行ってきたよ。歯医者さん行くとさ、絶対歯磨き褒められるんだよね。なんかさ、まあ、虫歯がないかと、あと歯茎の健康度と、あと歯が揺れないかとみたいな、その項目があって、あと歯石取りとみたいな項目があるんだけど、全部やってもらって毎回褒められる。まあ今の感じの歯磨き続けてもらえれば大丈夫ですねって。歯磨きうまいらしい、丁寧らしい。なんか私電動歯ブラシ買ったけどあんまり向いてなくて、結局手動で磨いてる。そう、あとさえば必要したら絶対親知らず抜くんだよ。なんか1週間顔を出さない時ってなくて、この仕事をしてるとなんか全然抜くタイミングなんか逃し続けてて、失業したら一旦歯抜く。全部生え揃ってる親知らず。こんばんは。私の歯ね、前歯が人より1本少ない私の歯ね。あと刃がめちゃくちゃ尖っている歯ね刃の鋭利なんだから、刃が。そう、やっと親知らず抜いたら顔ちっちゃくなる人もいるという噂を聞いてちょっと楽しみです。なったらいいなっていう。私前歯ね1本少ないんです、人より。エチさんギフトありがとう。下の歯がね奇数本なんですよ、前歯。
前歯ってだいたい6本生えてんのね。右3、左3で上下で12本、前歯と呼ばれる、よく呼ばれるやつら。ケロンさん可愛い人ありがとう。下の歯さえ5本しかないの、前歯。センターがいる。人間の体ってまあ、内臓はあれですけど、比較的こう外見は左右対称に作られてるんですけど、センターがいます、私の歯には。うん、少ないんだよ、遺伝なんですけどね。ではさ、別に頭ないからさ、パッと見全然わからん。別に隙間があるとかじゃないしね、ただ人より少ないってだけ。こんばんは。親知らずもともと生えなかった。それはさ、その埋まってるとかじゃないの、もうそもそもいないの、まだ埋まってて見えないだけとかじゃないのかな。なんかマジで大人になってから生える人とかいるって言うじゃん、親知らずずっと埋まってて、まあまあでかくなってからいる出てきたみたいな。あ、レントゲンにいないんだ、すごい。それは存在しない歯だね。こんばんは。親知らずね、上の歯は綺麗に生えてんだけど、下の歯がね、なんかちょっと頭飛び出しちゃったよぐらいしかね、なんかもうこれで完成形ですって言われた。これ以上入ることありませんって言われちゃって、それだとすごい虫歯の温床になるんだって、やっぱ生えきってないと。ちょっと埋まってるとそのばい菌が入っていっちゃうから、抜いた方がいいですねって言われて早1年。でもここ1年さ、すごいさ、頻度で公園出ててさ、やっぱこう1週間何もないみたいな時がなかなかなくて、ちょっとここ膨れ上がってさ、ステージ立つの嫌だったからさ。そう、抜きたいんだ、抜きたいけど抜けなかったんだよ。こんばんは。どうなんだろう、どうやって抜くんだろうね。でも皮膚切りそう、まあまあ埋まってるから。近いうちに抜きます。今月来月ぐらいには抜きたいね。なんか上の歯はあんま腫れないって言ってた。そう、下の歯はなんかニオンってなっちゃうけど、上はあんま腫れないよって言ってた。でも最後抜きたいのは下の歯だから絶対腫れるんだよね。こんばんは。めちゃくちゃ麻酔してもらおう。死ぬほど麻酔してもらって、めちゃくちゃ痛み止めもらおう。痛み止めの薬めっちゃもらおう。痛いの嫌だから。みたいな嫌なんで。こんばんは。なんかさやがさ、まだ長野に住んでた時に通ってた歯医者さんはさ、まあ、歯抜いたことはないんだけど、虫歯の治療でまあまあ大きい虫歯になっちゃった時ってさ、その神経まで削るじゃないですか。だからこう削ってて痛いじゃん。でもなんかそこの歯医者さんめっちゃいいとこで、なんか2種類の麻酔を駆使してくれて、マジでどの虫歯治療も一切痛くなかったの。めっちゃすごかったんだよね。そういう感じで抜いてほしい。そう、そういう感じで抜いてほしいよね。でも抜いた後が痛いって言うよね。
親知らずってね、抜いた後も随分そう、マジ長野の歯医者さんすごかったんだよ。まず最初にさ、なんか注射の麻酔して、そう、注射の麻酔して感覚なくなるじゃん、あの物食べれなくなる麻酔あるじゃん、歯医者特有の口開いちゃうみたいな、水とか口含んでもビューって出ちゃうみたいなさ、あの麻酔してもらって、そう、それで削っていくんだけど、痛かちょっとでも痛かったら言ってねって言ったから、あーちょっと痛いですって言ったら、あーじゃあ塗る麻酔塗るねって言って、なんか塗られて、そうマジで痛くなかったの、そうすごいと思って、でその後2時間ぐらい水そう口から勝手に出ちゃうっていうね、あの家帰ってからもね、まあ、そこまでがセットなんですけどそう、めっちゃすごかった、そうすごかったです。なんかさ、そこ通い始めてから歯医者怖くなかったもん。いや、ずっと痛くないから痛もう怖くないわと思って、でさ、こっち引っ越してきてからね、虫歯治療してないんだよ。長野で全部終わらせてからこっち来たんだよね。そう、だからメンテナンスで4回5回ぐらい通ってんだけど、でもそこもね、めっちゃ対応いいんだよね、いろんな人がいる、歯科衛生士さんと、あとちゃんとお医者さんとみたいな、なんかちょっと肩書き忘れちゃったけど、なんかいろんな人がいて、変わる変わる来てくれる、そうで、なんかすごい細かく説明してくれて、はあはいはいってずっと聞いてるけど、あ、でもこっち来てから治療したかも、あれ、あーこっち来てからも治療したかもな、なんか肩取ってもらったような気がする、忘れちゃったな、忘れちまいました、でも今通ってるところもめっちゃ信用してる、すっごく丁寧、予約が取りやすい、そうだからめっちゃ信用してる。さやの親知らずも、上は抜かなくていいけど下は抜きたいねって言ってくれたのも今流行ってるとこだしね、でも3ヶ月に1回メンテナンス来てくださいねって言われて9ヶ月眠らせちゃったから、3回すっぽかしてっから通うの苦手だなって思うね。まあ虫歯なかったんでいいです、この9ヶ月、そう虫歯なかったんで。さあ歯医者さんに痛くなってから行ったことないかも、痛くないけどなんか黒いな虫歯っぽいと思って行ったら、なんか1個虫歯あるなって、1本虫歯かなって思ってたら8本虫歯ですよって言われて、そっからめちゃくちゃ通うことになったことはあるけどそう、っつって、なんか1個虫歯っぽいんで見てほしいですって、あの言ったら、なんか今チェックしたらね、多分8本虫歯あるねって言って、奥歯ほぼじゃないですかそれみたいな、ほとんどの奥歯虫歯じゃないですかそれっつってこともありましたけど、そうそうそう、それは全部ね長野でね直してきたんで、そう、はい、びっくりしたね。そう、めっちゃね虫歯になりやすいんですよ私の歯が、
なんか人によるんだって、めっちゃ強いか弱いかって、その虫歯に。私はめっちゃ歯磨き上手だけど、なりやすいがゆえにすごいことになってた。そう、そう。でもほとんど全部8本とも軽かったんで、ちょこちょこちょって削って詰め物してもらって終わり。8本とも。そう、神経まで行ってたのがね、1本しかなかったんだよ。しかも本当にちょっとだけ、なんか、ああ大丈夫だねみたいな、そうそう感じでした。でも詰め物高い。歯はね、死ぬまでワニみたいにさ生え変わらないからさ、抜けちゃったら一生もんだからさ、大事にしていきたいよね。こんばんは。歯ブラシは手動です。それ歯ブラシの1回の 歯磨きの時間めっちゃ長い。なんかめっちゃ長いわ。5、6分歯磨いて、なんか歯磨き大体3分磨きましょうみたいなねえじゃん。全然もう6分とか余裕で立ってる、磨いてたら。そう、そう。でも今日久しぶりに行って、虫歯ないから大丈夫だよって言われてめっちゃ安心した。やったーと思って。で、虫歯8本あった時はもう何年も歯医者行ってないかった時だったからね。こんばんは。歯磨き丁寧にやる人。でさ、そう、そのさ、詰め物も種類があるんですけど、銀、いわゆる銀歯と呼ばれる銀の詰め物って口開けたら見えるじゃないですか、歯って。歯ってさ、前歯だけかと思いきや奥歯も結構見えるじゃないですか。まあさ、よく大きいお口で笑うからだからさ、こういうお仕事してると銀歯嫌だなと思ってさ、その高いセラミックの高い詰め物をしたからさ、すごい金額だったよ。びっくりした、びっくりしたわ、ほんま。あー高いですねって、あー保険適用外って高いですねってなる、いつもなる。でも銀歯よりはいいから大丈夫です、払います。だから歯医者行くとさ、いくらかかるか分かんないから多めにお金下ろしていくんだよ、詰め物するときは。今日みたいにね、メンテナンスの日はさ安いからいいけどさ。そう、本当にちっちゃいやつはね、プラスチックみたいな、あのレジンみたいなやつであれされてるんだけど、ある程度のやつ、普通なら銀歯詰め物をするみたいなところはね、高いやつにしようからね。高い、さやの口めっちゃお金かかってる虫歯に、なんかさ、その何、最低限の生活を送るためにめちゃくちゃお金かかってる。コンタクトとかさ、歯の詰め物とかさ。こんばんは。そう、最低限の人間の生活をするためにめちゃくちゃ、なんかめちゃくちゃお金かかってるわ。そう、困る、困るよ。コンタクト一番無駄だよね、マジで。目悪くならなかったらよかったんだけど、まあ視力もね、結構遺伝って言いますしね。そればっかりは。コンタクトは2ウィークです。ワンデイは高すぎて、本当はワンデイがいいんだけど、洗うのめんどくさいから。高すぎてずいぶん前にやめた。本当最初1年ぐらいはワンデイだったけど、もうちょっとか。なんか仕事の時しかコンタクトつけてなかった時代があったの。普段はメガネで、もう仕事の時だけコンタクトみたいな。
時はワンデーだったけど、今はもう毎日コンタクトしてるから。ツーウィーク。ワンデー高くてよ。楽ちんだけど高くてよ。なかなかね。でも癖がつけばね、ちゃんと洗えるようになるよ。ほんまに。最初こそめんどくさくてあれでしたけど。こんばんは。眼科も行かなきゃいけないんだよね。っていう話。いつまでに行かなきゃいけないんだ？今日、あ、じゃ今週中に行かなきゃいけないな。どっかのタイミングで行こう。そう、体のメンテナンスウィーク。マジでそう。卒業前、体のメンテナンスウィークを訪れてる。そう。そうなんですよ。困っちゃうね。松パも行かなきゃいけない。いつ行くんだろう。なんかさ、気づいたら公園パンパンになっててさ、私びっくりしちゃった。いつ行こうかな。ちょっと iPad 持ってくるわ。で、いつ全てのタスクをこなしたらいいんだ。予定を立てなくてはね、何事もいけませんから。予定が大事。よいしょ。めっちゃ揺れるな。カレンダー。こんばんは。ちょっとさ、普通にさ、9日の午前中に眼科行こうかな。午後からだもんね、公園。スケジュール公表していくスタイルなの。じゃあ確定ではないからね。もう行けるときそのぐらいしかないよな。じゃあ休みの日もさ、遊び予定入ってるからさ休みの日にやればいいのに、休みの日に遊び予定入れちゃったから。そうそうそう、実は忙しいっていうね、問題が起きたりなんかしてますよね。なるほどね。こんばんは。でもね、遊びたいじゃんね。めったにさ、人と遊ばないんだから。悲しいことに。レア。こんばんは。ホットペッパービューティー開きまーす。うわ、まつげパーマとかもうどこ行ったらいいんだろう。まつげパーマってさ、どこ行ったらいいかわけわかんなくならない？結局どこがいいのかよくわかんないみたいな。どこが良くてどこがダメなのかちょっとよくわかんないよね。こんばんは。わ、トメさん、タワーありがとうございます。なんでさやがただメンテナンスウィークなのに。覚悟を決めてサリンが出る公演全部投げた。強い、激強、ありがとうございます。
前回行ったとこにしようかな。これどこだっけな。横顔めっちゃ綺麗。本当？なんかめっちゃショールーム中横顔褒めてもらえること多い。なぜいちゃ。別に特別鼻が高いとかないんですけどね。あー、ここにしよっかな。ここ良かった気がする。高かったけど。よいしょ。何がさっきからなんかこれか、君か。カタカタうるさかったな。わあ、どないしよう。推し登録制度に願いを込めて。間違いない、間違いない。マジでみんな当たってほしいな。てかさ、公園出すぎね。パンパンです。嬉しいこと。こんだけ公園埋まってたらさ、なんか何もしなくても痩せそうじゃないって思ってんだけど、どうかな。何もしなくても痩せそう。あ、でもママにも倒れないようにだけしてねって言われた。なんか食べないで倒れたりとかしないでねってめっちゃ言われた。オッケーって言っといた。こんばんは。よいしょ。まあ倒れないでしょう。倒れたことないしね。うわっ、まつげサロンむっちゃ混んでるやん。死ぬほどバツついてる。嘘でしょ。本当ですか？あー、お盆ね。ははーん、なるほど。ははーん、納得。まあギリギリでもいいか。ギリギリだとマジ前日みたいなことになっちゃうけど。お盆ね。お盆っていう脳みそなかった。ちょっともうお盆休みとかいう概念なさすぎて。そうでした。別の店見てみよう。別の店ならまだワンチャンあるかも。やっほー。え、
お盆っていつからいつも毎年さ、お盆ってよく分かってるんだけど、 いつからですか。11から13か14か15だよね。その辺か。じゃあもうほんともうすぐなんだ。なるほどね。こんばんは。あ、だから今日スーパーでぼた餅売ってたのか。お盆だから。なるほどね。納得。過ぎてダメだ。ここは？このまつげパーマは？よいしょ。スーパーでね、スーパーのラインナップで季節感じることってあるよね。ここはいくらですか。これ松井区だな。これか。何ですかこれは。あ、え、ワンチャン予約できる。これこれ何ですか。ワンチャンあるぞ、ここ。症例みたいなやつ見よう。口コミか。口コミ。こんばんは。アップめっちゃ可愛い、嬉しい。ありがとう。マツパっていくらくらいが普通なんですか。5000円から1万円の間だよね。幅広い、めっちゃ。その立地にもよるしね、サロンの。こんばんは。みんなに付き合ってもらいながら口コミ見るわ。メニュー、まつげメニューの口コミ見ます。あ、めちゃくちゃいいよ。9割ぐらいが星5だよ。よいしょ。こんばんは。ここさ、さ、多分ネイルで一回行ってるんだよね。まつげでは行ってないけど。でもなんか口コミ良さそう。予約してみえちゃおう。この間カットパーマトリートメントで1万円以上いった。そんだけやって1万円以上いかなかったら多分やばいよ。逆に何をそんな言ってるのかわからないマツパ1時間くらいじゃない。だいたいマツ
マツパに行くならメイクできないな。まあ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 。これで役所。わあ、何時からにしよう。押さないと考えて。考えて。移動も考えて。まあ大きめに余裕を持ってここにしよう。大きめに予約必要、あ、見込みは必要ですからね。よいしょ。走りたくないからね。やばいって言って走るのが一番嫌だからね。ほんまに。1時間20分 OK。 いや、こっから移動して、余裕なはず。これどこでしたっけ。うん、余裕なはず。いいぞ。こんばんは。予約できた。で、そういえば忘れちゃうから今のうちにカレンダーに入れとくんだよ。それたまにさ、なんかさ、どっかに行く予約してさ、めっちゃ忘れててさみたいな時あんのよ。本当に怖い。ちゃんと入れとかないとね。とこの時間から、違う、この時間から追加。あ、そう、なんか2日間にわたってなっちゃった。これ何、どうやって変えるの。あ、こうか。あ、できたできたできた。私もよく飲み会の予定を忘れます。こんばんは。わけわかんなくなっちゃう。何事もいい時間でよくできる気持ち。なんかさ、こう余裕を持ってさ、効率のいい予定組めるとめっちゃ、おいってなるよね。あるある。iPad 使いこなせないんですけど。え、なになになに、なになに、これ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、
助けて、使いこなせてない。あ、いけたいけた。しげんさんこんばんは。紙のカレンダーに予定書いてます。でもさ、紙のカレンダーにさ書いちゃうとさ、出先で確認できないからさ困んない、うん、出先でさ明日なんだっけみたいになった時にさ、あ、お家帰んないと見れないみたいな。携帯メモのいいところはそこ、いつでもどこでもあれできる、確認できちゃう。でさ、劇場公演とかコンサートをさ、なんかその赤ラインに引いてあるんですよ。そのなんていうんですか、あの予定によってさタグ付けの色変えてるんだけど、公演とかコンサートは赤にしてんのね。今月赤だらけ今月の頭の何前半赤だらけで嬉しい。で、私さ、ま、そのカレンダーにさ仕事の予定とさ、あと遊びの予定全部一気に入れちゃってるからさ、パッと見さめっちゃ遊んだ月もすごい仕事あったみたいに見えるんだよねミスってるミスってるって。色分けしてあるんでよく見たらわかる。そう、色変えてあるよ。お話し会は緑で、握手会お話し会はずっと緑で、劇場とかコンサートが赤で、レッスンが黄緑で、遊びは青。遊びとか予約とかプライベートの予定は青で、その他の仕事は水色で、稽古が紫なんだよね。みたいなね。まあまあ色分けしてんのよわかりやすいっしょ、パッと見でわかるから。そう、色分けして、これをするようになってから非常に管理がしやすくなった。もうこれ続けて4年目か5年目とかだけど、めちゃくちゃ管理しやすくなった。わけわからなくならなくなったね。だって2018年の11月21日にノーウェイマンの振り入れしてるもん。そんなことまで遡れちゃう。懐かしい。あ、かわいい。冬休みって書いてある。学生ですね。学生ですね。俺も飲み会はワインレッド。え、それはさ、そのワインにかけてんの色を。テストの予定書いてある。かわいい。線形、日本史、数学。2日目物理国語、3日目科学英語 A 英語 B、 4日目微積。ちゃんと時間も書いてある。8時50分からみたいな。学生だ、学生の頃のスケジュールだ。うわ、でもキモい。テストの次の週ディズニーの3日後にユニバ行ってるめちゃくちゃあの満喫してるわ、テスト終わりを。めっちゃおもろいなこれ。わ、手をつなぎながら公演とか書いてあるんだけど、かわちい、懐かしい。
いいですね。そう、高校生サイリーを懐かしむ時間です。これケンケンさん、とうとういい人ありがとう。あ、そうそう、ドリケーだったんですよ。ドリケー、あ、山梨5周年。え、静岡ツアーと山梨5周年ってこんな近かったっけ。へえ、よく覚えたな私。あ、マツケパーマ行ってるわ、2019年の5月に。すごい。でもやっぱ続いてる、5年ぐらい続いてるからさ、振り返ったらマジでいつ何してたかめちゃくちゃわかるわ。いいじゃないですか。そんな感じです。わ、今鬼滅って書いてあったから映画見に行ったんだろうな。あ、ぼっちゃん投資って書いてある。投資リハしたんだろうなこの日、ジョンマイラブの。面白い、こうやって振り返ると。でも9月からマジまっさら、一個も入ってない予定。敬老の日と春分の日しか入ってないわ、ま、カレンダーに。そう、日程は未定だけど、やると決まってることはユニバーサルスタジオジャパンに行くことと親知らずを抜くこと。マジでそこだね。予定がないってさ、めっちゃリアルだね。ウキウキ。なんかさ、その前日にそれこそ仕事が入るみたいなことがまあよくあったからさ。そう、基本的にその1週間後の予定って分かんないからさ、あまりこう立てづらかったわけですよ。一旦そのしがらみなくなるっていうのはでかい。来週ここここ行こうがしやすい。友達と会うとかね。親知らずは、まあ、さっきも言ったんだけど舌を抜きます。なんかね、私の小学校からの友達が、私がさ、よくショールームで話題に出すさ、女の子の仲良し5人組がいるって話をしたじゃないですか。小中が一緒で、未だに年一で会うんだよっていう、忘年会か新年会をすることによって年一で会う友達がいるって話は定期的に出てくるので、まあよく聞いてる人は知ってると思うし、知らない人も今知ってほしいんですけど、そう、そのうちのね、一人の子がなんか私が卒業発表したら連絡くれて、卒業するんだねっつって、お疲れ様みたいな。そうで、え、ありがとうって言ったら、なんかこの夏って帰ってくるって言われて、あー、ちょっとそっち帰るよって今んとこないけどって言ったら、来月から留学行くんだよねって来て、待って待ってっつって、それは絶対に帰るわっていう話をしてあるんで、帰らなきゃいけないこの夏一度と、その友達に会いに。突然の留学、びっくり。1年ぐらい会えなくなる。そもそもね、去年のね、去年っていうかその年末年始のどっちかで会うんですけど、前回の集いの時にその子予定合わなくて来れなくて会えてないんですよ。そのまままた1年会えなくなるのはちょっとでかすぎるんで、ちょっと帰ります、どっかのタイミングで長野に、その友達に会いに。びっくりしちゃった、寝耳に水すぎて。留学？すごいね。
めちゃくちゃかっこいいやん。さやの身近なに人物で留学する人初めて出た。でも普通にちょっと寂しい。こんばんは。またでっかくなって帰ってくるんやな、友人が。いいことだ。留学、留学ね、留学をしようと思ったことが一度もないからな。留学がどんなものかあんまよく分かってないけど。海外に行きたい欲が多分人よりめちゃくちゃ薄い。そう、結局日本なんかさ、食べ物って大事じゃん、めっちゃ。その生きていく上で、で結局日本の食べ物が私の口には一番合うんですよ。だからその恐れている。なんかよく言うじゃん、海外行ってさ、もうなんかスーパーのオレンジしか食べれなかったみたいな、なんか 味が口に合わなくて、もうほんとスーパーのオレンジを買って生き延びてたみたいな話をよく聞くからさ、そういうその食が合わない話をだから恐れてさえはできないね。でも友達には頑張ってほしい。何留学なのか分かんないけど、語学留学なのか、なんかもっと専門的な、なんか学びをしに行くのかとか、ちょっと分かんないんですけど、それはおい今度会ったら聞こうかなと思うんですけど。そうそうそう、そう、どこ行くかも聞かないといけない。まずどこ行くかだよね。そう、最近会ってないんで、こう2年ぐらい会えてないからさ、その前回会えてないからめっちゃ久しぶりに会うな。そのために実家帰ります。ワクワクだね。また帰ってきたらみんなで5人で集まって土産話聞こう。どんな感じだったか会しよう、みんなで。でも夏から行くってことはさ、で1年間ってことはさ、多分海外の一学年過ごしてくるよね、きっとね。海外って9月始まりだから。そうだね、1学年やってくるんだろうな。すごいな、かっこいい留学って。さやも行ってみたい、語学留学行ってきますって。無理やろな、でマジで英語話せるようになりたい。もうでも勉強できないよ。キャー、一番いい英語の勉強方法って結局何なんだろう。ゼロから英語を話せるようになるには、まず何を始めた、単語を覚えるところからなんだよな。でも単語を覚えるの無理なんだよ。無理やん。単語を覚えなくちゃ、それっぽい発音するのだけどんどん得意になって、英語力は全く身についていません。そう、そう、私まだ大学生の年齢なんだよ。なんか友達なんかね、小中の時の友達に会うとね、みんな就活の話してんだ今。でさやはついていけないから、いつも横でニコニコしてるだけの人になるんだ。なんか発音だけさ、それっぽい発音できるんだけどさ、
そのそれだけできることは、まあ、もう就活終わってるかもね。さやが前回会ったの冬ぐらいだから、その時めっちゃ就活の話しててさ、マジで隣でニコニコしてた。わかんないからニコニコ。さやはもうオーディションの面接の仕方しかわかんないんだから、それもよくわかってないのに。やっぱ 就活とオーディションは違うからね、全然似て非なるもの。みんな何になるのかな、さやの友達って。どこに就職、どんな仕事をするんだろう。てかみんな大学行ってて偉っ、私だけだよ大学行ってないの。えピエン、みんな偉いよね。でも私の友達その5人組割とみんな将来何もしたいことが特に思い浮かばない派の人間だから、マジでどうしようって言ってた。したい仕事がないんだけどみたいな ずっと言ってて。そう、めっちゃ悩んでた記憶だけある。そうそうそう、ね、でもしたい仕事を見つけるって大変だよね。さやも AKB っていうかさ、この芸能活動をしてなかったら何したいかなってないもん別に。マジで芸能活動以外やりたいこと基本的にない。本当にテーマパークキャストか芸能活動ぐらいしか、マジで表に出ることしかやりたくないんだろうな、さやって。そう、多分そうなんだと思う。私はずっとこういう仕事してたいよね、できることならば。歌とか歌ってたいよね、何かしらで。てかマジでさ、卒業公演まで予定がパンパンっていう話なんだよ。そんなことより予定がない日、明日から一個もないわ。あ、じゃあ予定がないの今日までだったんだ。じゃあさ、昨日今日となんかダラダラ過ごしたけど、別にいっか、こっからパンパンなら。ヒラリンさんファイトありがとう。頑張るための休養だったってことで昨日今日は。なんだ。てかさ、実際にさ、ママとパパがね、A コンサートのために東京来てくれて、でまあ、次の日には帰ってったわけ、二人とも。でさ、次17に来るねって言ってたけど、マジですぐじゃない？そりゃ大変だわ、なんか休み取るの大変みたいな言ってたんだよ。そりゃ大変だ。いやもうさ、みんなに現実を見せていくからね、言うよ。でマジでパンパンだ。なんか楽しいね、スケジュールパンパンって面白いな。公園出過ぎじゃない？1,2,3,4,5,6,7,8 え？あと10日ぐらいで8公演出ることが決まってんの？誠ですか？すごいな。いやこれは本当に倒れないようにしないとね。今さ、食事制限もしつつ、かつ外も暑いし、
でめちゃくちゃ動くじゃん。本当に倒れないようにちゃんと睡眠だけは取るようにするわ。公演と公演の合間とかにショールームをすることによって睡眠時間の確保にちょっと勤しむわ。でも寝てさえいれば大丈夫だから。お弁当がだってさ2公演あるってことはさ 2個弁当が出んの。お弁当は2個食べれるじゃん。でいっぱい動いてで寝てさえすれば多分いけるから、睡眠時間だけ確保するね。サリーに伝えたいこといっぱい出てきたので慣れない手紙を書くことにして、嬉しい、やったー、ハッピー、こんばんは。いいね、お手紙ゆっくり読めるから好きよ。だいたい当日中に読むかね。受け取った。すごいな、スケジュールがここまでパンパンってすごいな。何が起きてるんだ。嬉しいことで、嬉しい限りで。てかさ、全然話変わるんだけどさ、今爪めっちゃ卒業後に向けて伸ばしてるじゃない。めっちゃ携帯いじりにくいんだよね、爪が邪魔で。爪に阻まれてさ、普通さこの指先のここで操作するじゃん。今爪邪魔だからここで操作してんの、 iPad とか。こうやっていけないから、こうやっていくと爪が先に当たっちゃうから、こうやって操作してんの。めちゃくちゃ使いづらい。早く爪切りたいな。使いにくすぎて爪切ろうって昨日今日で5回ぐらい思った。でもいや、ドレスのためにと思って耐えてる。本当にね、ストレス。そう、でもめっちゃ頑張ってる。だって爪基本的に強いから、なんか折れたりとか本当に全然ないんだけど、あんまり割れたり折れたりしたことねないんですよ私。多分そっちの心配はないんだけど、ただ不便っていう、めちゃくちゃ不便っていう。あと料理するときとかはむちゃくちゃ手洗う、爪の間までこうやってっていう不便なところだけはあるね。あ、今頭の中にパートオブヨーワールド流れてる。ヒレじゃ遠くへ行けない。あ、ツイッターが X になってる。 iPad もなんと時代が追いついちゃった。こんばんは。今心にアリエルがいるわ。アリエル宿してる。よいしょ、アップで入ってた。こんばんは。今何気なくホーム画面見たら X が目に入った。びっくり。なんかさ、マジでショールームで喋ってるとめっちゃ汗かく、熱い、あちちち、めっちゃ熱い。結局今日さ、今日も5000歩ぐらいしか歩けてない。まずい。歯医者があんまり遠くないもんで全然歩けなかった。歯医者とスーパーだけ行って帰ってきた。あ、そうだ、なんかさ、筋トレとかに詳しい人っているかな、サイの配信に。
さ BCAA っていうのを飲もうかと考えてるんだけどさ、あんまり詳しくなくてさ、量子なんか詳しい人いたら聞こうかなと思ったけど、みんな知ってる？そう、必須アミノ酸、必須って書いてあるのになんか体内で形成できない必須アミノ酸が入ってるやつなんだけど、BCAA が代謝を上げるのにいいらしくて気になってる。でも EAA みたいなやつもあるじゃん。どっちがいいんだろうな。武蔵美味しいですか？こんばんは。あ、美味しくないんだ、最悪最悪だ。筋肉のね分解を抑えてくれるみたいなやつだったはずなんだよ BCAA 確か。あ、アミノバイタルね。でもさ、アミノバイタルも美味しくないって思っちゃったから、多分本当に美味しいと思えるのめっちゃ狭いよね。バリン、ロイシン、ソロイシンで BAA。 なるほどね。こんばんは。なんかさささっと調べた感じだと、なんかその、あのめっちゃボディービルダーみたいな人は朝起きて食事とかをしないで、タンパク質を摂取しないで運動する人にはなんかその EAA の方が良くて、朝なんか朝食とかでタンパク質を取って、でその後に運動する人は BCAA の方がいいみたいな聞いたんだけど、その引き締まった痩せ型の体を作るにはどっちがいいんだろうな。タンパク質摂取してできてないから EAA の方がいいのかな。わからない。別にいらないのかな、ダイエットに。ダイエットにもいらないのかな。マジでわからん。本当に意味がわからん。ちょっと難しい。こんばんは。代謝を上げてくれるんだよね。で、筋肉を分解を抑えてくれるんだよ。そう、使い分けるのが理想。なんかさ、マッスルの人って朝起きてすぐなんか飲んでるよね、EAA みたいなやつ。EAA や BCAA などのサプリメントはダイエット時に余計なカロリーを摂取することなく必要な栄養を摂取できるのが最大のメリット。なるほどね。トレーニング前や起床時など素早く栄養を摂取したいときにサプリメントを使用して、トレーニング後や時間があるときは食事をすることでダイエットの天敵である空腹感を軽減することができます。なるほど。低カロリーで優れた栄養素を含む EAA と BCAA はダイエットに適していますが、利用方法を間違えないように注意しましょう。なるほどね。ちょっと理解してきたよ。みんなも一緒に勉強しようの回だね、これはね。でも別にトレーニングしてないから飲まなくてもいいのかな。でもなんかその結婚式前でめっちゃそのウェディングのために体絞ってる女性とかがなんかやっぱ飲んだらすごい引き締まりがめっちゃいい感じみたいなのも聞いたんですよ。こんばんは。 YouTube でね。確かに公演はトレーニングだな。確かに公演はトレーニング。アミノバイタルってさ、あれはさ BCAA 的なノリ
あれもアミノ酸ですよね。あれね、喉を壊した時にね、喉は筋肉だからこれを飲んで筋肉を回復させなさいって言って飲まされたんだよ。飲まされたって言い方よくないね。あの、授けてもらった。あの、五十嵐カエさんっていう大先輩に授けてもらった。これ飲みなーって。ジョンマイラブ中にの喉壊しちゃった時に、喉は筋肉だからこれを飲みな。そう、それを買ってみようかな。あれも BCAA なんだ。あれから始めてみようかな。あれ高いよね、アミノバイタル。まあ、筋肉の疲労回復にもいいもんね。なんか普通に公演の時とかに飲んだら次の日も頑張れちゃうってことでしょ。筋肉を回復させることによって。普通にさ、ダイエットとかじゃなくて普通に体のために飲んだ方がいい説あるもんね、もはや。明日買ってこ、明日買います。明日薬局に来て買います。アミノバイタルね、ちょっと美味しくなかったんだよな。まあ、サプリはしょうがないんだけどさ。なんとかってやつの BCA がすごい美味しいらしいんだけど、届くのに時間かかりそうだったからやめちゃった、注文するの。あ、卒業会まで間に合わないじゃんと思って。わかんない、脳みそに美味しいって暗示をかけながら飲めば美味しいかもしれないしね。さあ、わからないね。暗示かけながら飲んでみるわ、次飲むときは。いつ飲むのがいいんですか？BCAA いつ？いつ？こんばんは。 BCA のおすすめの摂取タイミングは起床直後、運動30分前、運動中、水分補給時。なるほど。血中濃度を確実に増大させるろう。なるほどね。ちょっとよくわかんねえな。なるほどねと言いつつわかんないな。え、すごい。BCAA は動物性タンパク質に多く含まれており、牛肉、マグロの赤身、鶏卵、牛乳などにいっぱい含まれてるよって。なるほどね。でもそれらを食べるとカロリーを摂取してしまうから、BCAA をサプリで摂るとカロリーは摂取せず、いいとこ取りできるよってことか。さっきから滑舌がいいな、朝やの。めちゃくちゃ早口で読めるわ今日。口が回る回る。 BCAA は摂取から30分程度で血中濃度がピークになります。なるほど。運動中もしくは開始すぐに取るのが良いタイミング。ふーん、なるほどね。こんばんは。学んでるよ今、栄養のことを学んでるよ完全にね。夜から朝にかけては絶食時間が長く栄養が枯渇しているためにの寝起きすぐ飲むのもいいと。ふーん、なるほどね。あ、 BCAA は EAA の中のにの組み込まれてんねや。うい、死ぬほど学び、死ぬほど学べてる今。脳が栄養吸収とともに知識吸収してます。口回んなくなった、急に口回んなくなった。そう、栄養を学ぶの好きですよ。
なるほどね。まあ、でも BCA だけでは筋肉の成長やリカバリーは難しいから、ちゃんと食事でタンパク質を食えって言われてるわ。まあ、それに関してはお弁当を食べるから安心してほしいよね。ちょっと買ってみようかな。物は試し、筋肉の疲労回復のためにちょっと買ってみます。明日薬局に寄ります。今日ね、置いてあることを確認して買わずに帰ってきたんですよ。うーんと思って、よくわかんないなと思って。でもアミノバイタルが BCA だということを学べたので、この配信でやっぱ配信でみんなもよくわかってなかったけど、みんなに聞いてよかった。学び、ありがとう。決意決まりました。詳しくなっちゃうな、筋トレあんま続かないのに。そう、下調べはめっちゃしてんのよ。どこの BCA が美味しいとかまで分かってんのよ今。ちょっと名前忘れちゃったけど、携帯配信終われば見れるんだけど。そう、せやねん。こんばんは。でもこの時期に代謝上げたら信じられないぐらい汗かきそう。ただでさえ汗かきになってきたのに。でもさ、この前の A コンサートをやって思ったけど、やっぱ私って他のメンバーに比べたら汗かいてないよね。なんか過去の自分と比べたら今めちゃくちゃ汗かくようになったんだけど、代謝が鬼のように悪かったから、今は普通になったから。そう、過去の自分と比べたら汗かくけど、他のメンバーと比べたら全然汗かいてないなって思いました。そう、みんな思わなかった？逆に見てて。こんばんは。意外と平気そうだな、サヤリンって。こんばんは。まあそろそろ終わりにするんですけど、長らくのお付き合い、終始可愛かったの覚えてる。ありがとう。みんなね、そこしか見てないんだから。こんばんは、ありがとう、助かるよ。明後日公演か、A 公演、普通に思い出しなきゃ。こんばんは。次ミヨンさんのポジのはずだから、この前と一緒か、前回もこのポジションか。じゃあいけるか。何曲か確認すればいけるはず。 AKB フェスティバルとかはめっちゃ全然余裕なはずだから。こんばんは。ジポジ確かに随分出てないですね。出ないんじゃない、もうこのまま。だって12日も確かオンサンポジだから。それ多分ジポジ知らぬ間に千秋楽迎えてた。知らぬ間に千秋楽迎えてたわ多分、このまま行くと。発表した時にそうだった、全然覚えてないね。その時が最後だったらしいわ、実は。すごいことだね。いっぱいポジションやってるとさ、いつが最後か結局わかんないんだよね。気づいたら最後迎えてたりするのよ結構。そうそうそう。こんばんは。怖い話ですよ本当。土曜が最後のシンパシーですかね。分かんない。14、5、6の予定によるか、分かんないっすね。
かにデッサンの歌い出しも最後だったってこと、うわあそこ一番好きだったのにな、それはちょっと心苦しいというか悲しいわ、やりたいあそこ。市民会館の外の階段でぼんやり君を待っていた、あそこいいよね。バレエ教室はまだ終わらないけど僕はずっとここにいるよ、いい曲。いい曲です。あそこ本当大好き。どっちもやったことあるからね、歌い出し1番目もやったことあるしその次もやったことあるからねそうそうそう、贅沢ですよ私、いっぱいやらしてもらって、歌ポジいっぱいやらしてもらって贅沢ですよ。多分さ私のポジションとあのサホさんセイナさんのポジションがだ結構歌いっぱいやってるポジションなんですよ。思い出すたびに辛くなるもその2人だし、デッサンの歌い出しもその2人だしみたいな、そうどっちもやらしてもらってるって超贅沢じゃない？めっちゃパニックにはなったけど、思い出すたびに辛くなる、めっちゃパニックになる、うんどっちの歌わりみたいな、リハの時ね頭フル回転でやるんだからいつもあそこ、みたいな、このポジションはいつ歌うんだみたいな、めちゃくちゃ良くなってました。こんがらがるんです、交互だからさ、思い出すたびは、あれ難しいんですよ実はわけわかんなくなっちゃうから、こんばんは。まあそんな感じでね、もしかしたらジポジ最後ですねあれね、そうそうそう、そんな感じです。さてまあ半になりますのでそろそろ終わりにします。1時間半も喋ってしまいました。明日は明日はどうだろうな、ちょっとわかんないです。明日のこう配信はいつか見れたら見てください。ランキング読みます。13位スノーさんありがとうございます。12位ソースイさんありがとうございます。11位ヤスさんありがとうございます。10位はサッピさんありがとうございます。9位ピアノマンさんありがとうございます。8位バイクドさんありがとうございます。7位とてま研究さんありがとうございます。6位国曜さんありがとうございます。5位ヤッチさんありがとうございます。4位ヒラリンさんありがとうございます。3位ケンケンさんありがとうございます。2位キャロンさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございました。また明日おやすみ。あトメさんタワーありがとうございます。ありがとう。ではだね。バイバーイ。